カンバラ鉄道の車両カンバラ鉄道株式会社は、新潟県五泉市に本社を置くバス会社、高速バスを一路線運行しているのをはじめ、五泉市のコミュニティバスの運行業務を一部自宅している。他、貸切バス、タクシー、旅行代事業等も行っている。1999年までカンバラ鉄道線、2010年9月30日までは路線バスも運行していたが全路線が廃止された。 地元では、カバの鉄と略称される、現在の路線、編集路線バスは現在、五線市が、機関バスと位置づけている、コミュニティバス、五線市、ふれあいバスと、カモ市が独自で、運行業務を行っている、コミュニティバス、カモ市営市民バスの一部路線で、それぞれ運行業務の一部を受託している、路線の変遷、編集カバの鉄小型バスの路線バス車両、各車両の行き先表示は、 以前は方向幕を使用していたが、後にフロントに白色のアクリル板を掲出する方式となった5000駅前バス停で発車を待つ路線バス車両。在籍車両は大型から小型まで幅広く、またその多くが他社からの転籍である、神原鉄道では1999年10月4日の鉄道線全線廃止に伴って、村松駅前5000駅前間を運行する。 路線バス、五線線の増発を行い、加えて、運行区間を、新潟県立五線高等学校と、新潟県立村松高等学校へ延伸して、通学者の利便性を確保した。後に、村松駅前と、村松地区東部の集落等を連絡する、川内線と運行系統が統合され、五線、川内線に解消した。しかし、路線バス事業自体の終始は賛しくなく、 カンバラ鉄道と子会社のカバノ鉄小型バスが運行していた一般路線バスは2002年11月1日付で一旦全廃し、当時の村松町と五泉市、鴨モ市から運行費用の補助を受ける形で廃止代替バスへ転換して運行を継続した。だが終始は悪化の一途をたどり、その後、鴨市内の一部区間は2003年8月に鴨市営市民バスに肝支線。 カリワ線は2008年10月1日から合戦し、コミュニティバスにそれぞれ転換され、減便もしくは廃止された。さらに2009年9月まで運行していた鴨線とトクラ線も同年10月1日から前日西のバスに転換され、鴨線は村松高松間に区間を短縮して、鴨市中心部への乗り入れを取りやめた。結局神原鉄道は、 自力での一般路線バスの運行継続を断念し、最後まで運行していた五線、川内線、高松線の2路線も2010年9月30日をもって全線廃止となり、川の鉄グループの一般路線バスは全廃された。翌10月1日からは、五線市が策定した地域公共交通総合連携計画に基づき、新潟交通観光バスなど他の五線市内の 路線バスも含めて、機関バス、合戦士、触れ合いバス及び予約制デマンド乗り合いタクシー、桜号に再編された。これ以降、カバの鉄グループが事業主体として運行している路線バスは、下記の高速バス1路線のみであるが、引き続き前日の2社とともに、触れ合いバスの運行業務の一部を自宅している。これまでに廃止された、主な路線に型県内高速バス。 神原鉄道新潟県県内高速バス路線図。神原鉄道が運行するのは水色の路線。神原鉄道の高速バス車両。貸し切りバス車両も同様のカラーリングを使用している。前日の通り、現在神原鉄道が直営で運行する路線バスはこの高速バス1路線のみとなっている。村松駅新潟駅保線市の村松。 五線両地区中心部と新潟市中央区を結ぶ路線。1994年7月28日、万越自動車道の安田インターチェンジ新潟中央、ジャンクション間が部分開通したのに伴い、翌7月29日から新潟交通と、神原鉄道の2社による運行を開始した。その後運行業務が新潟交通から新潟交通観光バスに継承され、 午前営業所にて2014年9月末まで共同運行業務を行っていた。翌10月から、神原鉄道の単独運行となったが、新潟交通グループは、神原鉄道側の運行業務支援を引き続き言っている。運行概要全便で、新潟県内高速バス共通カード及び、U トが利用可能であるが、座席は全便先着順の座席定員制のため、 仮に満席となった場合、途中停留所からの乗車はできない。運行区間、村松駅前、本町一丁目、安田インター前から、万越自動車道引く小町新潟駅前1日6、往復、平日のデータイム1往復は、新潟市民、病院系遊園各使用車両観光バスは、大型車11両、中型車2両、小型車1両が在籍している。詳細は、 カンバラ鉄道線を参照現在のグループ企業は下記一社のみ、2010年9月末まで路線バスと貸切バスの一部を運行していたカバノ鉄小型バスはカンバラ鉄道本社に事業を統合して解散したカンバラ鉄道が直営する旅行代理店カバノ鉄トラベルは現在本社や村松駅1階に村松店新潟市南区に白根店の2店舗を出店している 店舗ブランド名は、関鉄ウェル。カバノ鉄トラベルは、事業開始当初は、子会社として設立され、一時は、新潟市北区の豊坂店、新潟市中央区の新潟店、カモ駅前に、カモ店なども出店していたが、いずれも、店舗統合により閉店し、法人もカンバラ鉄道本社に事業を統合して、解散した。ありがとうございます。